キャリオンプレゼンツファジアのニュースは株式会社キャリオンの提供でお送りします。キャリオンさん、今日もありがとうございます。この番組はですね、ファジアのことをもっと知っていただこうと、そして楽しんでいただこうということで、私桜内と、そして沢口とですね、皆さんに、ファジアの情報を届けていく番組でございます。今日はですね、岡山県も緊急事態宣言中ということで、我々も、在宅勤務ということでですね、リモートワーク、していることから、こういった、オンライン上で、沢口と、沢とですね、こういうふうに、リモートで結びながら皆様に届けていこうと思いますが、さあ久しぶりです。久しぶり久しぶりか。先週最後にあって、はい、月曜かです、ね。先週最後にあって、どうですか、もう大変よね。いきなりこうサラリーマンになって初めての在宅ワークで。そうですね、なかなかこう仕事のスイッチが入れにくいというか、あとはこういったオンラインでのやり取り、何が起こるか分かんないんで、周りの環境で、いきなり芝刈りの音がしたり、カーカーカラスが鳴いたり結構ビクビクしながらやってます。ね、だから最初のサワレポに書いてたのが、入社の時に、はい、みんなの前で挨拶するっていうのがね、こう画面越しに話すっていうのにちょっと戸惑いを感じたっていうのもありましたけど、もう慣れました、そういったこういったオンライン会議だとか、オンラインで。そうですね、でもなんだろう、ちょっとした間とかがやっぱり難しいなとは思いますけどね。そうね、はい、間は大事よね。うん、だから会ってたらこう笑いが起こるのに、やっぱりこのオンラインだったらね、間がないから、間が取るのが難しいから笑いが起こらへんとかでね、なんか滑ってるでっていうのはありますもんね。ありますよね、まさに今の感じですよ。はい、常に滑ってますよそういうところでね、はい、でも本当にもう今ご覧いただいてる皆さんも、やっぱりこの緊急事態宣言が、出てしまって、本当にこう今大変な状況ではあるんですけども、そんな中でもちょっとでもファジアのことを知ってもらいながらですね、皆様に楽しんで、いただこうと思ってますので、さあ今日も頑張っていきましょう。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。じゃあ、早速なんですけども、前回の配信から今回もたくさんコメントをいただいてますので、今回もコメントを紹介させていただきます。ぜひ、皆さんも、たくさんコメントいただければと思います。Kさん、山田選手の動画本当に素晴らしかったです。トップチームでしっかりと実績を残してチームの中心になるような活躍が見たいです。またこれからアカデミー出身の選手がどんどんトップチームで出場できるような強固な育成組織を じっくりと作り上げた中です。ありがとうございます。ファジアの東京さん、山田選手の J デビュー動画めちゃ感動しました。まるで息子を見ているかのような思いです。ぜひ頑張ってください。カトレア・ダビッドソンさん、サークの琉球大の後輩宮崎智彦選手が入団されましたが、宮崎選手の特徴や大学時代エピソードがあったら教えてほしいです。気になって朝食の目玉焼きの半熟加減がうまくできません。はい、カトレア・ダビッドソンさんこちらですね続いて、またハーレア・ダビッドソンさん、待ちに待ったホーム初勝利に、親子ともども興奮しました。その勢いで息子が翌朝朝食を作ってくれました。外はカリカリ、中もカリカリのベーコンエッグは確実な味がしました。ありがとうございます。ハレアダビッドさん、よかったですね。ありがとうございます。ヨシさん、私もサナさんの2013年ホーム山形戦ゴールシーン大好きです。ビクトリーフォト宝物にしていますよ。ファジがホーム勝利してビクトリーフォトがどんどん発売されますように。ありがとうございます。宮崎選手、今日宮崎選手のインタビュー動画も、お届けしますし、やっぱりさあ2013年ホーム山形戦ゴールシーンなんかも、コメントでいただいてますが、やっぱり宮崎選手会いました？そうですね、1回試合でたまたま会いまして、ちょっと話しただけなんですけど、なかなかこういうご時世なんで選手とも関われないのが残念ですけど、はい、そうね、ちょっと今
今日のラインナップで出ますけども、またちょっと後ほど宮崎選手の特徴なんかも教えてもらえればと思います。それでは、今日のラインナップに行きたいと思います。今日のラインナップはこちらです。アウェイスタジアム紹介、こちら千葉と大宮になります。そして、ゴールシーンの振り返り、川本選手ゴール解説、もうここ数試合で本当にゴラッソ、何発も決めてますからね。そして、宮崎智彦選手のインタビュー、そして、5月23日長崎戦についてのご案内となります。それでは、アウェイスタジアム紹介ということで、福田電子アリーナと、NAC5 スタジアムの、スタジアムを紹介したいと思います。こちらをご覧ください。どうぞ。まずは千葉の福田電子アリーナですけども、まあ、サーも言ってたけども、やっぱりちょっとね、やっぱ勝てないスタジアムで、そうですね、まあ、今回もちょっと残念ながらというところではあったんですが、何なんですかね、やっぱこの雰囲気がそうさせるんですかね。どうなんですかね、本当に何が問題なのかわからないですけど、うん、まあスタジアムの雰囲気自体は本当素晴らしいものがあるので、うん、選手としてはやりがいのあるスタジアムですし、戦いやすいスタジアムではあるんですけど、はい、うん、なんかやっぱり千葉に持ってかれちゃいますね。専用スタジアムでね、はい、独特な、まあ、雰囲気もあるかもしれないですし、まあ、選手のロッカールームですけども、ロッカールーム福田電子アリーナでもなんか思い出とかあったりしますか？まあ、試合中に足痛んだ痛んで控室でちょっと治療するっていう思い出はありますけど。ああ、なるほど、はい、千葉の福田電子アリーナ、いやでも本当にいいスタジアムですよね。サポーターの声もやっぱよく届くでしょうし、この試合はもう前半の、ね、立ち上がりからすごい攻撃をしてたんですけどもというところではありましたが、続いて NAC5 スタジアムですが、お、菅田マネージャーがこの僕は実は改修前にやってるんですよ、高校サッカー選手権で。おお、そんな思い出があるんですね。そうなんですよ、ここの改修前のスタジアムで当時高校2年生の私はですね、鹿児島実業の、まあ、今の FC 琉球の赤嶺選手に、まあ、ボコボコにやられたっていう思い出がいやでもここもやっぱり本当にいいスタジアムというか、あの時でもね、やっぱりこうスタジアムの声援がすごい聞こえるんですよね。NAC5 はさあ思い出は、ここ行ったことないんですよ。あ、実際そうなんや、はい、大宮との試合もやりましたけどホームでしかなくてですね、うん、アウェイは行ったことないんですよ。なるほど、はい、プレーしてみたいスタジアムの一つでした。なるほど、まあ、もしね次行くとなればもうスタッフとして行く形になりますから、はい、ぜひ楽しみ、駅からも近いですし、はい、いいスタジアムなので、はい、というわけで、福田電子アリーナと、NAC5 スタジアムの、まあ、ちょっと裏側も含めて見ていただきました。続いて、今回のゴールシーンを振り返りたいと思いますので、5月9日千葉戦で生まれた川本選手と引田選手のゴールです。こちらをご覧ください。どうぞ。川本左足打ってきた、決まった、すぐに追いつきました。前節からの流れを組んでるなという気がしますよね。ここでシュートを振り切れるのはなかなか自信がないとできないと思いますし、今度は左のサイドチェンジパスから下口のクロスヘッド、セカンドボール、シュートを決めた。早く低くて速いボール、いいボール上がりましたね。はい、川本選手と平田選手のゴールをまず見てもらいました。さあ振り返ってみてどうでしょうか、この2ゴールに関しては。川本選手のゴールはやっぱり素晴らしいですね、うん、はい、まあ多分本来であればトラップがピタッと止まってるようなイメージ
だったかもしれませんけど、ちょっといいようにボールが弾んだので、多分思い切って打った結果、はい、ああいうゴールが生まれたと思いますけど、素晴らしいゴールでしょう。まあ、あそこちょっとセンターバックとあの、まあ、中盤の間でこう受けるっていう意識もあったと思いますし、まあ、引田選手もやっぱそこにちゃんとスパッとボールを通して、やっぱこうワンタッチで振り向い、まあ、ゴールに向かうやっぱ姿勢っていうのが、まあ、ストライカーとしての、まあ、本能というか、まあ、嗅覚なんですかね、あれは。まあそこの位置でやっぱり受けられると本当チャンスメイクにつながるので、うん、まあそこで受ける選手がもっともっと増えて、うん、うまく使えていければ攻撃も良くなってくるのかなと思いますね。なるほど。ディフェンダーとしては、はい、あそこのスペースを使われるというか、あそこでやっぱりこう前向かれるとすごい嫌ですもんね。そうですね、ちょっと出づらい、プレスに行きづらい位置でもあるので、うん、まあそこに対してもうちょっと他の選手も関わってくると、さらに何ですかね、ディフェンスとしてはそこを潰しに行かなきゃいけないし、でも背後もあるっていうような、うん、もっと気になることを惑わせるプレーっていうのを数多く作っていけたら、さらに良くなっていきます。なるほど。引田選手のゴールはどうでしょうか。まあ、終了間際、ちょっとスコアとしては、まあ、ちょっと大差がついているような状況の中でも、やっぱり諦めない、まあ、1点だったというところではあるんですけども、まあ、崩しのところから含めまして。そうですね、サイドのからいいボールが上がって、いい形でシュートシーン作れたと思いますし、最後引田選手、まあ簡単なシュートに見えますけど、実は目の前にディフェンスもいますし、タイミングをちょっとずらした中でのシュートだったので、うまかったなと思います。うん、まあ、展開で言うとね、それこそ宮崎選手から、まあ、右サイドの下口選手、そして下口選手からの、まあ、クロスで、まあ、野口選手がまあ、ヘディングして、まあ、それが惜しくもポストに当たってこぼれたボールだったんですけども、やっぱり差は的にはやっぱり若葉のところというか下口選手のところが目に行くところですか。展開されてセンタリングっていう流れですけども。そうですね、まあ、その前の宮崎選手からのボールっていうのは逆に僕としてはああいうボールを出してくれたら、うん、サイドの選手はプレーしやすいというか、はい、そこに着目しました。うん、あれね、簡単なように見えるけど、スパッとやっぱ右サイドにボールを、まあ、まっすぐなイーストレートボールを、ね、蹴ってましたもんね。そうですね、そこが弱いボールになるとやっぱり、うん、ディフェンスに詰められてしまうと思うので、うん、速いボールでいかに正確なボールが来るかによって、やっぱりその出された選手にとってもプレーしやすいボールだったと思うので、はい、そこは素晴らしいボールでしたね。なるほど、ありがとうございます。じゃあここでちょっとゴールの、解説をしてもらいたいと思います。まあ、先ほどのゴールシーンより、川本選手の、ゴールシーンの解説をしてもらいたいと思います。こちらをご覧ください。どうぞ。川本、左足打ってきた、決まった。ストップですね。この時に左右確認して相手がいないことを確認しました。でこの時にもう一回確認して、この自分がもともとマークついてた相手の3バックの1番の選手を確認して、その選手が下がってたので前向けることを確認して、右足でトラップを前にしました。ストップ。この時にコースが見えたのでファーが相手の選手が立って見えなかったので、ニアを狙ってシュート打ったらいいコースを飛んで入りました。これはちょっといいシュートすぎてちょっとびっくりしましたでもそのアウトにかけるシュートは練習してたので、トラップは正直ミスっちゃったんですけど、バウンドのボールをちゃんと自分で見極めながらシュート打ってたので、そこは良かったかなと思います。はい、はい、川本選手の解説を見てもらいました。まあ、本人も言ってましたけども、やっぱりあそこでスペースが空くとやっぱりゴールを狙ってるっていうところと、まあ、練習でまあちょっとアウトにかけるようなシュート練習をしてたっていう、いろんなこうシュート練習というか、やっぱ自主練でああいうのは選手自身はやるもんなんですか。
僕自身はシュートの練習あんまりしてなかったですよね。ポジション的にもそうですし、まあ、クロス、うん、どっちかって言ったらクロスの練習は、うん、はい、それをこうね、練習で例えばここにディフェンダーがいたらこういうトラップしようとかっていうのはこうイメージしながら練習するわけですよね。そうですね、相手を想定した中で練習することでやっぱり、うん、いいイメージで試合に臨めると思うので、うん、まあ、そういったイメージが普段から培われているってことはやっぱり素晴らしいなと思います、うん、だから本当にこうちょっと左足にかけるシュート練習してた、あ、やっぱそういうもんなんやとかね、本当にこうプロの選手っていうのは一つ一つのプレーでやっぱこの局面だったらこういうようなプレーしようっていうのをイメージしながら常に練習してるっていうのは本当にこうぜひジュニアの子供たちは見習ってほしいなと思いますし、まあ、それは我々もね、そういう、まあ、シュート練習とかの、まあ、一つ一つにやっぱ意味があるんやっていうのをこうなんか学ばせてもらったような、気がします。はい、続いて、まあ、4月29日よりですね、まあ、さあ後輩宮崎智彦選手が、まあ、入団してくれたんですけども、ちょっと私が話を聞いてきましたので、こちらの VTR をご覧いただこうと思います。こちらをご覧ください。どうぞ。宮崎選手でございます。まあ、初めましてというか、僕はやっぱずっと見てるんで、はい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 、プレーとか、はい、まあ、まあ、視聴者のこと方は知ってるかもしれないですけど、まあ、弟が同じジュビロでプレーをしてて、はいはいはい、9年間一緒に、はい、でいろんな、まあ、縁もあって、はい、2010だから同じ2年に同じ同期、そうですよね、はい、あいつは大卒でしたけど、そう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 、それでだからずっと左サイドで活躍されてるのとか、はい、ボランチにコンバートされて、はい、活躍されてるのはずっと見てた方なので、はい、一方通行で知ってるのは知ってます、はい、いやいや、はい、僕も聞いてはいましたよ、ずっと僕のお兄ちゃんは岡山にいるっていう、 あ、はい、あんまり言いたくはないかもしれないけど、やっぱりジュビロを、はい、まあ、アウトになってから、はい、まあ、言うと同じタイミングじゃないですか、うちの弟と、はいはい、そうですね、同時に、まあ、リリースが出てというか、はいはい、同じタイミングで出て、はい、あ、宮崎選手もかと、うんうん、でそこからまあ言うと どんな心境というか、まあ、あんま、まあ、当然使う部分と使わない部分もあるんですけど、ああ、はい、どんな感じだった、まあ、正直覚悟していってた部分と、あ、まあ、実際、戦力外通告を受けてなんかこう気持ち的になんかドンとなんか落ちたような感じがありましたけど、まあでもまだまだサッカーをしていたかったですし、うん、まだまだサッカーをやれるっていう自信もあったので、まあ、そこは、まあ、こういう難しい状況ではありましたけど、うん、チームを探していければなと、うん、まあ、いつ声かかっても、うん、いい準備ができるようにっていうトレーニングはしていました。なるほど、はい、これまあこういうコロナの影響でやっぱりそういったまあ、苦しんでる選手がまあたくさんいるっていうことで、まあ、はい、あるプロジェクトが、まあ、はいはい、元千葉の、はい、まあ、松島さんがされたプロジェクトとかにも、はい、まあ、参加してたじゃないですか、はい、で、まあ、僕もYouTube とかちょっと拝見させてもらって、はい、まあ、J ヴィレッジで試合やったりとか、はい、あれ J グリーン、はい、あれでやっぱ出てたりされてて、はい、やっぱそういうなんかこう、まあ、それこそ J1 でまあ、一線級で やられてた方々もああいうプロジェクトに参加、そこでやっぱりそういう選手間でどんな話してたんですか。まあ決してこうなんだろうな、傷の舐め合いっていうような感じでもなかったですし、うんうん、まあ、本当にここから這い上がっていこう、うん、まだまだやっていけるよねっていう、うんうん、いいコミュニケーションです、うんうん、いい声かけをしながらお互いを高め合えてて、お互いを高め合えた、うんうん、中でもあったので、まあ、本当にプロジェクトがあって、うん、少しこうやっぱりこう諦めなきゃいけないのかっていう気持ちもあった中で、その期間っていうのは、うん、そう気持ちを維持できたというか、うん、こんなに頑張ってる人たちが、うん、まあ、こんなに身近にいて、うん、まあ、まだまだやりたい、やりたいっていう気持ちを持ちながらやっているっていうの。なるほど、はい、
結構支援者の方も多くいらっしゃって、はい、もう本当にクラウドファンディングで、そうです、はい、もう本当にクラウドファンディングで支援していただいた方々、スポンサーの方々がなければプロジェクトも多分成り立ってなかったので、本当に感謝してます。なるほど。岡山のイメージとかっていうのはジュビロ時代とか、まあ、それこそ横浜 FC の時とかもありました、はい、ありましたけども、はい、どんなイメージが、チームですよね、チームの、そうですね、まあ、強固なイメージですよね。へで攻撃も多彩で、うん、まあ速いイメージがありますね。へ、まあ、ジュビロ戦の時はでも宮崎くんが点取ってるもんね、うちからドカーンと、そうですね、そうですね、2015、6年ですね、左足で、はいはい、ありましたね、うん、はい、宮崎選手のインタビュー見てもらいました。ちょっとロングインタビューになったのでここは前編後編に分けて、次回も後編ということでお届けしたいなと思いますので、次回またお楽しみいただければと思います。まあ宮崎選手が入ったわけですけども、改めて、会ったのはまだたまたまの1回だけ。そうですね、はい、ものの1分ぐらいで終わりました話は、はい、このインタビューが終わった後にちょっと澤さんに挨拶来てくださいよって宮崎選手言ってましたけども、そうですね、僕も行きたいんですけどね。まあ大先輩ですから、プレーの面大先輩です、はい、後輩とは思えない、はい、だからね、まあ、一個下やけども、まあ、宮崎選手はなんか1年生から試合出てたんですか、もうリーグ戦の方に。そうですね、1年生から本当に不動の左サイドバックで、うん、はい、プレーしてまして、僕もその大学時代は参考にさせてもらってまして、まあ、彼のボールの、置きどころとか、うん、見ているところとか結構勉強してましたね、はい、なんかプライベートでもこういう関係とかあったりしたんですか、まあ、先輩後輩ですけど。プライベートに関してはあんまり、はい、ないですけど、まあ、今後どっかのタイミングで、まあ、家族の話だったりしていきたいなと思います。なるほど。いやでもね、本当にこう、まあ、経験ある選手が、まあ、岡山に来てくれたので、まあ、インタビューにも、ね、ありましたけど、やっぱりこう、宮崎選手の良さみたいなところが、まあ、岡山の中でどれだけ出てくるかっていうようなところであるんですけども、ぜひ、期待したいと思いますし、また次回後編もありますので、お楽しみいただければと思います。さあ、それでは、あさって次回のホームゲームの、ビハレン長崎戦の、お知らせでございます。ちょっとこの試合がさあ残念ながら、まあ、リモートマッチ何も観客試合となってしまいましたが、大変残念ですね、これは本当に。そうですね、サポーターの力っていうのは、まあ、偉大なものなので、うん、その後押しがなかなか受けられないっていうのはちょっと残念ではありますし、難しいゲームにはなるんですけど、どうにか選手たちには頑張っていただいて勝利を届けてもらいたいと思います、うん、本当にこう残念ではあるんですけど、まあ、とはいえね、やっぱりこう地域の状況であったりだとか、やっぱり本当にこう医療の最前線で戦われている方々だとか、本当にこう、まあ、我々はやっぱ地域の皆さんに生かされている立場でもあったりするので、ここは本当に仕方ない部分もあるのかなというふうには、まあ、思ってはいるもののですね、この試合にご来場いただこうと、まあ、これ以上考えてくださってた本当にサポーターの皆さんには申し訳ないんですけども、ぜひダゾーンで、通じてですね、声援を送っていただければと思いますので、よろしくお願いします。まあ、ということで、まあ、とはいえですね、我々もじゃあ無観客試合、まあ、リモートマッチになるからって何もしないわけではないので、まあね、さあいろいろやっていこうと思いますけども、まあ、こういう形でまたこれが来るのかという話なんですが、まあ、前回アウェイ秋田戦をですね、お家で見ようということで企画を行いましたけども、今回これホーム戦ですけども、まあ、リモートマッチなので、まあ、ダゾーンを一緒に見よう企画を行うことになりました。サーザー、はい、不安しかないですけども、またもやまあ前回の反省としてはぼーっとしてしまったので、見てしまったのででもね、時間帯的に、はい、まあ、
ね、あの時、まあ、向原君も来てくれてあのやったんですけど、おっさん3人がボーンと画面を見るっていう、まあね、コンセプトとしてはもう仕方ないですけども、まあ、そのコンセプトでやってるわけなんですけども、まあ、今回なるべくちょっとそれは減らすように頑張りましょう。さらにおっさんが来ますけど大丈夫ですか？さらにおっさん、そうなんですよ。ということで、まあ、ちょっと今回あの向原くんが実はあの RSK ラジオさんの方に、まあ、解説として出演されますので、あのこのダゾーン一緒に見よう企画はちょっと向原くんはあのラジオであの頑張っていただくんですけども、まあ、先ほど今あのおっさん持ち名ということで、あのなんと古法の瀬島が我々のこのダゾーンを通じて一緒に見よう企画に参加してくれますので、ここも、ね、もしかしたら地獄絵図になるかもしれない。まあ名 MC いるから大丈夫ですよ、瀬島さんという、はい、瀬島さんね、まあ、瀬島さんはどちらかというと今チームに一番近い、まあ、スタッフですから、チームのこともよく、知ってますし、まあ、あと瀬島も結構多分いろんなこと喋りたいんじゃないかな。うん、だからね、それを僕らはよく、まあ、引き出せるようにあの頑張りたいです。ちょっとフォーメーション的にね、前回真ん中はこう、まあ、向原君座ってもらったんで、今回はもうちょっと沢に真ん中座ってもらって、いや、まあ、ちょっとやっぱりサイドの選手はサイドもいいです。サイドもいや、でもあの MC から離れたらもう隠れる動きしちゃうから沢いや漫才がちょっと落ち着かないんですよね絶対無理もう、まあ、というわけで、まあまあ、私と、まあ、沢とあの瀬島であのこのダゾーン一緒に見よう企画をあの行っていこうと思いますので、まあ、あのこの企画でまたあのスーパーチャットもあのご用意してですね、ぜひ皆さんからあのぜひあの、まあ、いろんな形でのコメントの声援であったりだとか、スーパーチャットのご協力もいただければと思いますので、よろしくお願いします。そしてですね、まだ、ありまして、リモートチェックインキャンペーンということで、まあ、あの J リーグアプリにですね、リモートチェックイン機能を利用した、まあ、キャンペーンになるんですけども、選手のですね、直筆のサイン入り公式試合球が当たるキャンペーンを実施したいと思いますので、よろしくお願いします。これはダゾーンでですね、試合中に、まあ、QR コードが読み取る、まあ、時間帯っていうのがありますので、例えばハーフタイムとかですね、そういった時にQR コードを読み取っていただいて、応募ができる形になってますので、ぜひこちらのリモートチェックインにも、参加していただければと思います。そして、まあ、こんな時だからこそということで、応援メッセージボード企画を、また、企画したいと思います。まあ、昨年はちょっと有料でさせてもらったんですけど、もう今回は無料ということで、まあ、選手にメッセージを届けようということで、まあ、皆さんの声をですね、選手に届けていただければと思います。まあ、詳しい内容はですね、公式ホームページに、掲載させていただきますので、ぜひそちらをですね、ご覧いただいてですね、応援メッセージを、ボードとして選手に届けていただければと思いますので、よろしくお願いします。はい。まあ、さあ、ちょっと、まあ、今回、こういったリモートでの収録になりましたけど、まあ、これはこれでまた違った形で新鮮な、僕は雰囲気を感じたんですけども、さあ、どうですか？そうですね、やっぱり難しさはありますけどね、今もなんか隣の部屋ではガチャガチャ音がしてるし、なかなか難しい部分はありますけど。なるほど。まあでも一つ分かるのはやっぱりこう、男前は何しても男前やなっていうのがこう、サワー見てて思うね。そうですか。画面映る自分見てるのちょっと嫌なんですよいや、そこ否定せえよ、まずいや、でも本当に色男はやっぱりこう画面越しでもかっこいいなっていうのをこう僕は感じながら今日収録をさせてもらいました。まあ、本当にリモート応援になりますけども、ぜひ皆さんのですね、熱い応援をいただきながら、ぜひ長崎と、まあ、戦う選手の背中をですね、後押ししていただければと思いますので、よろしくお願いします。今日も本当に、長いお付き合いいただきありがとうございました。この番組はですね、アジアのニュースは株式会社キャリオンの提供でお送りしました。キャリオンさん、今日もありがとうございました。それでは、あさってまた長崎戦、ダゾーンで応援企画がございます。こちらでも、またお会いしましょう。今日もお付き合いいただきましてありがとうございました。
you